テクノロジーが指数関数的に進歩し、様々な分野で融合することで、これからの10年で世界は大きく変わっていくでしょう。そんな中、旧来と同じルールに従っていては脱落するだけだとの不安が広がるのは当然です。これらの社会現象は全てつながっています。それを一言で言うならば、ハックされるな、ハックせよになるでしょう。こんにちは、本解説チャンネルのサムです。今回は立花明さんが書かれた、不条理な会社人生から自由になる方法、働き方 2.0 vs 4.0 という本を解説します。この本はこんなあなたにおすすめです。今の日本の働き方に違和感を感じている、これからの時代に生き残っていくための働き方を知りたい、そんな方におすすめの本です。日本人は労働に関して非常に厳しい状況にあります。簡単に言えば、事実から見る限り他の国と比べて日本のサラリーマンは会社を憎んでおり、過労死するほど働いているものの利益を上げていない状況なんです。このままではまずいというのはわかりますよね。ではこれからの世界で私たちはどのように生き延びればいいのか、それを考えていくのが本書になります。それでは早速紹介していきます。というわけで、いつも通り最初にこの動画の結論を言っておきます。結論、日本の働き方は世界の中でも非常に特殊なものである。これからのこの時代ではギブすることが大切になる。というわけで、この動画では1、日本の働き方の不愉快な事実、2、どこでも誰とでも働ける生き方へという順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1、日本の働き方の不愉快な事実。この章では日本の働き方の不愉快な事実というテーマについて、本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは、45歳定年制は正しい、日本的雇用は人を不幸にしたという2つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まず1つ目のポイント、45歳定年制は正しい。2021年9月、サントリーの新浪剛史社長が45歳定年制を提案しました。この話題は強制解雇の合法化ではないのかと SNS で炎上しました。実はこの批判があながち間違っていないんです。というのも、定年制は超長期雇用の強制解雇だからです。実はアメリカでは定年は年齢差別として違法になっており、イギリスやスペインなどヨーロッパの国々もこれに追随しています。ですので、真のリベラルが主張すべきことは、45歳定年制に罵詈雑言を浴びせて60歳定年制という強制解雇を守ることではなく、定年制そのものを廃止して、気力や体力が続く限り、いつまでも働ける社会を作ることです。人生100年時代では、60歳で定年すると、無職の期間が40年もあります。20歳で就職し、60歳まで40年間働きながら少しずつ積み立てたお金で、40年の余生を安心して暮らせるかと言われれば、これは難しいだろうというのは私たちも直感的にわかります。ではなぜ定年制を廃止して、生涯現役社会を目指さないのかというと、定年制のない終身雇用だと、企業はたまたま雇った社員の生活の面倒を死ぬまで見なくてはならなくなるからです。こういったことは到底不可能ですので、不要な人材を整理する大きな権限を企業に与える必要があります。ジョブ型雇用ではこの問題を、ジョブがなくなったら整理解雇し、労働市場に戻すという方法で処理しています。それに対してメンバーシップ型雇用の日本企業は、ジョブがなくなった正社員を移動させ、他のジョブをあてがっています。例えば営業から総務部へという移動が当たり前のように行われています。しかし実はこんな移動の話を聞くと、欧米のビジネスパーソンは腰を抜かすほどびっくりすると言います。ジョブとは専門とする仕事のことで、移動で別の仕事をさせられたらキャリアが途切れてしまうからです。結果として日本のサラリーマンは皆我が社の専門家になり、自分の専門分野については素人になってしまっていると著者は言います。新浪社長が45歳定年制で言いたかったのは、会社に滅私奉公しているだけではこれからの時代を生き延びていけないから、45歳までにどの会社でも通用する専門性を身につけるべきだということなのでしょう。かつては世界に冠たると言われていた大企業が破綻したり、経営が迷走して分割買収される姿を見て、誰もが薄々はこの主張の正しさに気づいているはずです。45歳定年制が人々の逆鱗に触れたのは、暴論だからではなく正しいことを言われたからだろうと著者は言います。では続いて2つ目のポイント。日本的雇用は人を不幸にした。2021年10月、JR 品川駅のコンコースに設置された数十台のディスプレイに、今日の仕事は楽しみですか?の大きな文字が表示され、それを社畜回廊と名付けた SNS の投稿が拡散、炎上して、広告を出稿した企業が1日で撤回する騒ぎになりました。今日の仕事は楽しみですか?この広告に対して、多くのサラリーマンの本音は、仕事が楽しみなわけないだろう、でしょう。これを表す数字があります。会社への関与の度合いや仕事との感情的なつながりを評価する指標として使われるエンゲージメント指数です。エンゲージメントの高い社員は仕事に対してポジティブで、会社に忠誠心を持っています。エンゲージメントが低いと仕事にネガティブで会社を憎んでいるということになります。
当然社員のエンゲージメントが高い会社ほど生産性は高いです。近年になってこのエンゲージメントの重要性が認識されるようになり、コンサルタント会社を中心に様々な機関による国際比較が公表されるようになりました。ロッシェル・カップ氏はシリコンバレー在住の経営コンサルタントで、トヨタや東レなど多くの日本企業にもコンサルティングを行っています。このカップ氏が驚くべきデータを紹介しているんです。エーオン・ヒューイットによる2014年アジア太平洋地域の社員エンゲージメントの動向では、日本ではエンゲージメントレベルが非常に高い社員は 8%、 世界平均では 22%、 ある程度高い社員は 26%、 世界平均は 39%、 低い社員は 32%、 世界平均は 23%、 非常に低い社員が 34%、 世界平均では 16% となっています。つまり日本の会社はエンゲージメントレベルの高い社員がものすごく少なく、低い社員がものすごく多いことがわかります。この調査以外でもたくさんの調査が行われていますが、いずれも同様に日本のエンゲージメントレベルは低いという結果になっています。また一人当たりの平均年間総実労働時間を見ると、1980年代の日本は2000時間を超えて先進諸国で圧倒的に長かったのですが、2015年には1719時間まで減少し、アメリカと逆転して、また1600時間台のイギリスやスウェーデンと比べても大きな違いはなくなりました。その一方で長時間労働の割合では、日本は就業者の 20.8% が週49時間以上働いており、この比率はアメリカ、イギリス、フランス、ドイツに比べて際立って高く、スウェーデンに至っては 7.3% しか長時間労働をしていません。なぜ平均労働時間は他と変わらないのに長時間労働者の割合が多いのか。それはこの平均年間総実労働時間というのが正社員だけではなく、非正規やパートも含めた全就業者を対象としているからです。短時間労働の非正規雇用が増える一方で、そのしわ寄せが正社員の長時間労働につながっているという日本人の働き方の特殊性がここに現れています。日本経済の一番の問題は、長時間働いているにもかかわらず労働生産性が低いことであり、 OECD38 カ国中28位、先進7カ国の中ではずっと最下位です。日本の労働者が生み出す1人当たりの利益は約809万円で、アメリカの労働者の1460万円のたったの 55% にしかありません。その結果、かつては世界で最も豊かだった1人当たりの名目 GDP は下がり続け、2020年には4万48ドルで、6万3285ドルのアメリカはもちろん、ドイツ、イギリスにも抜かれて世界19位に低迷しています。アジアでもシンガポール、香港に大きく差をつけられ、韓国にも並ばれようとしています。事実を見る限り、日本のサラリーマンは会社を憎んでおり、過労死するほど働いているものの全く利益を上げていないんです。はい、ではここまでで一章の内容をまとめます。この章では日本の働き方の不愉快な事実というテーマについて、2つのポイント、45歳定年制は正しい、日本的雇用は人を不幸にしたという2つのポイントについて解説しました。では続いて2、どこでも誰とでも働ける生き方へ。この章ではどこでも誰とでも働ける生き方へというテーマについて、本書から3つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは、これからの時代に大切なことはギブ、会社を離れるとギブできるものがなくなる、人と人をつなぐことは負けないギャンブルという3つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。ではポイントの1つ目、これからの時代に大切なことはギブ。日本では働き方改革というと長時間労働を規制することだと思われていますが、今世界で起きているのはこれまでの働き方の常識が全て覆るような事態です。というのも、働く場所も仕事相手も自由に選ぶという新しい働き方をする時代が来ています。そんな働き方の先端を行く人に小原和弘さんがいます。小原さんはこれまで12の会社で仕事をし、現在は家族とバリ島に住み、メインの仕事場はシンガポールで、常に世界各地を移動して働いている究極のフリーエージェントであり、どこでも誰とでも働けるという本も書かれています。そんな最先端の働き方をする小原さんは、これから3つの大きな変化が確実に起きると言います。その3つの変化とは、社会やビジネスが一層インターネット化すること、これから仕事で活躍できるのはプロフェッショナルだけになること、会社と個人の関係が根底から変わるということ、この3つの変化です。1つ目の変化、社会やビジネスが一層インターネット化するということは、個人の働き方は多くの人や会社と対等な関係でつながり、知識や成果を分け合うようになるということ。2つ目の変化、これから仕事で活躍できるのはプロフェッショナルだけになるというのは、自分が何者であるか、何ができて何ができないかを自分の責任で公言し、相手がそれを評価し信頼してくれるプロになれば、どこでも誰とでも働くことができるようになるということです。そして3つ目の変化、会社と個人の関係が根底から変わるということは、ずっと学び、ずっと働きながら自分の趣味を全うする時代になるということ、
しかも変化する時代の中で常に自分も変化し続けることが求められるようになります。小原さんがそんな変化が起こっていくこれからの時代を生き延びるのに不可欠なものとして特に強調するのがギブです。一般論としては奪うというテイクよりも与えるというギブの方が道徳的に優れているというのは誰でも同意するでしょう。しかし手元にあるお金を全てギブしてしまえば無一文になってしまいますし、食べ物を全てギブすれば餓死してしまいます。このことから有限のものを無制限にギブすることはできないという一つの原則が導き出せます。逆に言えば無限にあるものならいくらでもギブはできます。ではどれほどギブしても減らないものなどあるのでしょうか。実はそんな特別なものがこの世に2つだけあると言います。それが知識と人脈です。ギバーは自分が持っている知識や人脈を惜しげもなくいろんな人たちと共有します。では続いて2つ目のポイント、会社を離れるとギブできるものがなくなる。富の獲得にはゼロサムゲームとプラスサムゲームがあります。ゼロサムゲームは有限の富を分配するゲームで、誰かが得をすれば誰かが損をします。その典型が戦国時代の天下取りで、土地は有限な資源なので織田信長が領地を獲得すれば武田や北条など周辺の大名が領地を奪われます。当然のことながらゼロサムゲームでギブするものは全てを失って消えていきます。それに対してプラスサムゲームはどの参加者も豊かになるようなゲームです。その典型が交易で、あなたが山で食べきれないほどのキノコを取ったとして、食べきれないほどの魚を釣った漁師と出会って交換すれば、あなたも漁師も幸福度はずっと大きくなるでしょう。これはウィンウィンと呼ばれますが、テイクよりも先にギブする戦略が成立するのはゲームの性質がプラスサムだからです。もう一つ重要な原則は、ギブできるのは自分が持っているものだけということです。当たり前だと思うかもしれません。これは自分が一時的にしか持っていないものをギブしているとき大きな問題になります。実はこれは日本のサラリーマンが日常的にやっていることなんです。サラリーマンもギブ&テイクの世界でビジネスしていることは間違いありません。しかしそこでギブしているのは、うちの会社が発注します、うちの会社が投資しますというように会社の資源です。つまりサラリーマンは一時的にしか持っていないものをギブしているんです。こうしたリソースは個人に属しているわけではないので、定年で会社を退職したり移動で部署が変わってしまうとギブできるものがなくなってしまいます。何一つギブできるものを持っていない人と付き合ってもあまりいいことはありません。ですので会社を辞めた途端に多くのサラリーマンはほとんどの人間関係を失ってしまうんです。では最後に3つ目のポイント、人と人をつなぐことは負けないギャンブル。これまで会社に対して仕事を発注していたのは個人を直接評価する方法がなかったからです。大企業にも役に立たない社員はたくさんいるでしょうし、零細企業に素晴らしい人材が眠っていることもあります。しかしトラブルが起きた時、大企業なら保証や賠償が可能ですが、零細企業は倒産して終わりです。それを考えればスタッフの質は後回しにして、とりあえず会社のブランドで発注先を選ぶという以外ありませんでした。しかし SNS によって個人を直接評価することができるようになれば、こうした事情は大きく変わってきます。期待外れかもしれない大企業のスタッフではなく、良い評判をたくさん持っていて優秀であることが確実に分かっている個人と仕事をした方がずっといいわけです。高度化するネットワーク社会で起きているのはこの会社から個人へという大きな流れです。そこでは大きな会社に所属していることではなく、個人として良い評判を持っていることが成功の鍵を握ります。ネットワークの中で良い評判を獲得する最も確実な方法が、自分の知識や人脈をギブすることです。失業して困っている時にいい仕事を紹介してあげるよとか、この人に会ってみればとギブしてもらったらとても感動するでしょう。知識を教えることはもちろん、単なる紹介にもほとんどコストはかかりません。この間面白い人に会ったんだと軽い感じで紹介して、それがたとえうまくいかなかったとしても逆恨みされることはほぼないでしょう。リスクがないにもかかわらず、たまたま紹介した人材が大当たりだったらものすごく感謝されます。つまりネットワークのハブになり、人と人とをつなぐことはローリスクハイリターンの負けないギャンブルのようなものなんです。著者が知る若い成功者たちは知り合いを紹介することが大好きで、仕事とは直接関係のない交友関係も積極的に作っていくそうです。それはネットワーク効果を身をもって知っているからだろうと著者は言います。彼らや彼女たちは慈善家ではないので、他人にお金をギブすることはありません。しかしその代わり、知識や人脈を積極的にギブします。その中から新たな成功者が生まれれば関係はさらに強くなります。そのようにしてネットワークがより大きく広くなり、それが自然に富につながるんです。このようにして高度化したネットワーク社会では、積極的にギブすることが生き延びるための最適戦略になるんです。はい、ではこのあたりで最後に内容をまとめます。 1. 日本の働き方の不愉快な事実、45歳定年制は正しい、日本的雇用は人を不幸にしたという2つのポイントについて解説しました。 2. どこでも誰とでも働ける生き方へ、
これからの時代に大切なことはギブ。会社を離れるとギブできるものがなくなる。人と人をつなぐことは負けないギャンブル。という3つのポイントについて解説しました。今回紹介した本、不条理な会社人生から自由になる方法、働き方 2.0vs4.0 についてまだまだ紹介できていない部分が多いです。今回の動画でもっとこれからの時代の働き方を知りたいと思った方はぜひ本書を手に取って読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで、今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。このようにこのチャンネルでは本の解説と人生の役に立つ知識の紹介をしています。最新の動画を見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。